ディレクターさんや制作に携わる方から言われて印象に残った言葉や撮影の指示などで今でも役に立っていることをご教示いただきたいです。いくつかあるんですけど、くまモンをお作りになった水野学さん、僕は全然ペーペーというか現場で言ったら最年少みたいな人間なんですけど、すごく大きな現場を任せていただいたんですよ。でなんで水野さんが僕に任せたかっていう理由の一つに、シンは絶対にビビらないと。どんな大きな現場でどんな無茶なオーダーが来たとしても涼しい顔してはいっつってやるっていう。でもフォトグラファーの多くはその自分自身がビビってるのがこうにじみ出てしまうと、どうしても。それがすごく大きな何百人もいる現場のもう最前線に立つ人間なんですよ、フォトグラファーって。それは全員誰もあこいつの船に乗っといたら大丈夫だなと思うようなスキルとかコミュニケーションとか、あとは現場の振る舞いっていうのがあるっていうところを期待してとか信頼してくださったっていうのもありますね。NHK の美の壺っていうテレビ番組があって、それの書籍こういうのが52冊僕は当時撮らせてもらったんですよ。で、まあ、いろんなものを撮らせてもらったんですけど、このアートディレクターの大内さんは田中一光さんっていう戦後を代表するアートディレクターですね、のお弟子さんなんですよ。でめちゃくちゃ厳しいわけですよね。その時大内さんが言ってたのは、新さんには細かいオーダーしなくていいと、新さんのお任せでいいと。でも他のフォトグラファーはいろいろ細かく言わないと写真のクオリティが上がらない。なんでかっつうと、お前しかできないことやれと、だからお前にお願いしてるのに、おめえが人の機嫌を伺ってたってしゃあねえじゃねえかと。だけど新さんの場合はの好き勝手にやると、でその結果は期待以上のものである、だから自分は別に新さんの撮影では細かくものを言わなくてよかったというふうにおっしゃる方もいらっしゃいます。まあ、でもその2つが大きなあの自分のキャラクターというか、まあ、僕今でもビビらないですし、写真の仕事やるときにはこれできますかって言われて、できないものを言われてもできますってそこの場で即答してきましたね。まあ、それは撮影するときまでに間に合えばいいと思ってるんですよ。そこまでに間に合わすっていう意味で、皆さんもお仕事でこの締め切り間に合いますかって言って、間に合わないかなと思っても間に合いますっていうことってあると思うんですけど、そこまで絶対間に合わすっていう準備の仕方をしていたんで、そういう立ち振る舞いになってったっていうことじゃないですかね。 OK？ ありがとうございます。鈴木さんがあのいつもあのこれを撮りたいぞっていうあのこうことを決めるきっかけになるようなものとかの、どういうふうにこうこれが撮りたいってこうなんか情熱が湧いてくるのかなっていうふうなことをあのちょっと興味持ちまして、はい、質問させていただきました。よろしくお願いします。はい、まあ、多くはですよ、そうじゃないんじゃないかなって思うことを実現することに努めています。あ、なるほど。はい、例えばインスタグラムで逆光明るめ絞り浅めなんかそこそこ素敵な一般人が空見ながら突っ立ってるみたいな写真が、あこれも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 ってなるじゃないですか。それが写真の全てじゃないんだけどなみたいな。じゃあ何が全てじゃないかっていうことを形でお見せしたら、そうじゃないんじゃないのっていうより早いかなって。自分自身がこう写真を撮るときに人に喜んでもらいたいって気持ちが一番あるんですけど、その写真を人に喜んでもらいたいけどこう自分のこう撮りたい絵もあるっていうので、いつも葛藤してる部分があったので、それあの聞かせ願えてすごい嬉しかったです。そうですか。でもねお料理作るときに考えてみると分かりやすくって、あなたが作りたいお料理とお料理を食べたい人、お腹が空いてる人が食べたい料理が一致するのかとか、その人が望んでるものをそのまま出せば、例えばですよ、日清のカップヌードル醤油味が食べたいっていう人にはいってやって喜びます。そこそこ喜ぶわけ。でもそこにね、ちゃんと生で作ったラーメンをお出ししたら、しかもこう行列のね、なんかなかなか食べれないなみたいなラーメンがあのドシッて来たらさ、
でも仕事ってそういうことっていうか、写真撮るのってそういうことで、うん、言われたものをやったって、うん、それは評価ゼロなんですよ。あ、トントンじゃん。700円のものを頼んで700円の満足度だったらトントンじゃん。だけど700円のものを頼んだんだけど1万円ぐらいの感動があったらまた行こうって思うじゃないですか。ディズニーランドがいい例だと思います。ディズニーランド今入場料いくらだか知ってます？いくらだと思います？1万900円だと思います。1万900円。1万900円じゃないですか。でディズニーランドに1万900円で入っても、はい、別に1万900円のリターンって物のリターン何もないじゃないですか、うんうん、暑いし並ぶし全部買わされるしで帰った時にハッピーですよね。ハッピーですね。これは1万980円以上のリターンがあったってことだからまた行こうと思うじゃないですか。写真においてディズニーランドぐらいの知恵と技術を磨いているといくらお金を積まれてもそれ以上の感動って返せるんですよ。ああなるほど、はい、なのでカップラーメンなのか、インスタント麺なのか、それとも生麺なのか、はたまたディズニーランドなのか、どこを目指されるかだと思うんですよね。それに応じてその修練の積み方と求められる精度と価値って変わるじゃないですか、はい、どこがいいですか？私はディズニー目指したいです。ディズニー目指したい、はい、そっかじゃあ楽しいね。はい、ありがとうございます。ファイティン。はい、じゃあ次質問です。おっしゃ。シンさんにとってのライフワークを教えてください。おしゃい。ライフワークは僕は常日頃ですね、人が失っていってるものを回復したいなと思ってるんですよ。これなんでかっていうと2011年にその年は僕福島出身なんですけど震災があっていろいろあったんですよ。でそれでこの大惨事をまた起こすのかなって、また起きそうな気がするなって思って、でも人類の歴史っていうのはって思ったことを次の世代にできるだけ渡さないようにしようって、だから便利な安全な世の中、平和な世の中を片方では目指してきた歴史があると思うんですよ。であんまりこうまだ皆さんにお見せしてないんですけど、震災後僕非常にたくさんその時撮った写真もあるんですけど、そこに対して何か自分で考察するためにその現場に行ってたんですよね。だけどこれを作品で発表することとか、あの当時あった、まあ、今でもありますけど、言うだけ原発って良くないじゃんとかね、やめろとか言うことって結局何も変えないんですよね。これは僕の鉄則として、怒りと文句は何も解決しないって思ってるんで、だったら行動すればいいと思うんですよ。で僕が得意なのは写真だから、写真かけるその課題をどういうふうに実行していけばいいかなって考えた時に、何かを育てるっていうか生きるっていうことは同時に教育に携わることだと思ったんですよね。2011年からちょうどやってたんですよ、ワークショップも写真館も。その全ては写真を見せるんじゃなくて体験していただければ何がいい写真かっていうのが分かる。なぜかっていうと、自分自身っていう被写体は狂いのない被写体だから、有名な芸能人さん写ってるからいい写真なんじゃなくて、自分自身が写ってもいい写真っていうものこそ本当にいい写真だと伝わると思うんですよ。その絶対的な基準をクリアして見せますと、その中に何がいい写真かっていうのは織り込み済みなわけですよ。体験の中にいい写真体験はいい写真にが生まれるに違いないわけですから、だから写真を体験していただく写真館と、いや自分も写真撮りたいんだっていう人たちを育む写真学校と、これをダブルで両立すれば必ず人は気づき成長し、そして誰かを気づかせることになるだろうっていう目的のために2011年にワークショップと写真館を始めて今日に至ってるんですよね。写真の本当の力を起動してない人がすごく多いんです。カメラの電源を起動してる人は多いんだけど、そうじゃなくってそれを通じて自分自身が何に課題を思い、何を伝え、何を改善するのか、そこをきちんとセットして写真を使うとすごく有効なんですよね。僕たちがやってることは全く変わらず、いつもどうその時代に写真に触れてる人たちが
より考え、より人を豊かにすることができるかっていうところを実現していくっていうところが僕自身のライフワークであって、そこにもしかしたら写真の作品は必要かもしれないんですけど、僕自身が撮った写真が主人公になるわけではなくて、皆さんが、あるいは皆さんが撮った写真が誰かの役に立ったっていうことに僕たちが少なからず関与することができたら、それが自分たちの作品だっていうふうに考えて日々取り組んでるわけですね。それが真面目に話すところの僕のライフワークです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、次。今の、まあ、スキルだったりとかその経験とかある中で、その写真を通してどこでこうテンションが上がるといいますか、どういう時が一番楽しいって感じるんでしょうか。一番大きくは感謝される時ですかね。ありがとうって言われる時ですかね。多分それは写真の仕事って多いんですよ、機会として。特に写真館とか B2C のことをやってると多くて、一軒一軒のお客様に撮影終わって、はい、OK です、ありがとうございます、ありがとうございますつって写真渡して、ありがとうございますって帰る前に、ありがとうございますって、ありがとうございます、もう何回ありがとうを言い合うんだっていうぐらい、ありがとう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 って言ってやるんですよね。それってあ、なんか役に立てたんだなっていう実感が最もあるんですよ。もちろん広告写真の現場もいろんなありがとうはあるんですけど、それが途中で自分から手離れして代理店のものになって、メーカーのものになって、例えば世の中のみんなが見るとこ、例えば今だと新橋の駅前に高校と輝く僕の仕事があったりとか、名古屋の境に行くと高校と輝く僕の巨大な仕事があったりするんですけど、でそれ見たところで、ま、行き交う人がありがとうとか言わないわけですよね。でもみんな見てるの、明らかに。それをそういうものは一個の仕事の形としてはありなんですけど、長続きしなかった。だから広告写真はもうやらなくていいかなって、まあそれはいろんな理由があるんですけど、思ったきっかけの一つでしたね。でも一方で2011年から写真館を始めて、この後も写真館をやめたいって思うことはないんですよ。でもそれはなぜかというと、役に立った人から直接ありがとうって言われ続けるから、あ、また次頑張ろうっていうか、また次来ますっておっしゃる。そこまでになくなっちゃいけないなとか、また次の姿見たいなって。写真館を始めて10年以上経つんですけど、そうすると最初に撮ってた子はもう中学生になってるんですよ。小学校の時撮った子は成人してるんですよ。まるでそれは自分ごとかのように彼らの写真を撮るっていうことがあるわけですよね。で彼らも僕たちが見た写真をお家に飾ってるから、ここで撮るのが当たり前だっていう。僕らが額で渡す理由は、額に入ってたらお家帰ってすぐ飾るじゃないですか。その飾ったものってなかなか下げないですよね。そのことによって写真の教育をお子さんご家族にするんですよ。だから僕たちは今5万1000枚撮影してきてるんですけど、その人たちを全部ハッキングしてるんですよね。クオリティの高い写真で、5万だと1万7000件だと思います、お家で、世帯でいうと。そこのお家に対して僕たちの写真があるんです。パッと街で僕が撮ったでかい写真を見ても鈴木真っていうのは覚えないと思うんですけど、鈴木真写真館で撮った写真をお家に飾ってる人たちは鈴木真写真館を覚えるし、鈴木真写真館にまた行こうって思うと思うんですよ。それ以上に、そのお家にお邪魔した方、そのお家のお写真を見た方も鈴木真写真館に行ってみようって思うと思うんですよね。そういうインフレーションが写真で作り出すことによって、写真を通じてクオリティが分かるものの、なんで鈴木真写真館はこの値段なんだ、それはこれが撮れるからだ、他どっか撮れるのか、撮れないよと、じゃあここ行こうよっていうふうに思っていただく、お金の価値を理解していただくことも僕らの写真の価値を理解していただいていることになると思うんで、そういう意味で、写真館での価値の循環ということはすごく敏感に見てますし、すごく大切にしているっていうのがありますね。初歩的な判断、
最初は何をやっ何をされてたのかを聞きたいです。じゃああれいいんじゃない、そういうこと、大学生の時の写真、まあ、ちょっとお見せします。いや写真がさ好きじゃないくていいんじゃないかなと思うんだけど、写真で何を撮りたいかっていうところが定まってるとよくって、お、昔フルーツっていう雑誌があった。知ってる？それはもう今で言うとこのストリートスナップよ。あのリールとかであるストリートスナップの雑誌版があったの。で街行く人、おしゃれな人の写真を撮らせてもらって、それが雑誌になってて、でそれを自分は10代の時に見てね、あ、このフルーツ、福島の片田舎で、おらフルーツ見てえな、フルーツに出るような人間におらもなりてえだと思って出たのその写真とそれを比較してもらうと、これ俺なりのフルーツなわけ。原宿だけなのフルーツって、原宿 あの原宿交差点にいるおしゃれなやつらをおしゃれなやつらが撮ってるみたいな感じで、もう僕はさファッションに全く興味ないわけよ。でも素敵な女の子に田舎さから出てきたから、いろいろ会ってみてえなと思ったわけよ。それでね原宿に通って、あの俺は写真の勉強してんだけどもつって撮らせてもらった。一緒に撮ってた友達がしんくんよつって、原宿だけ撮っててもしょうがなくないかつって、日本全国行こうつって、それで野宿と電車で23年前かなの夏休みに全国電車で野宿でして、可愛い女の子を撮ったのがそれなの。そう、この時はまだ写真の面白さに気づいてないのよ。でも写真ってすごい言い訳になるってことに気づいたの。あの大学で写真勉強しててっていうと何でも OK になるわけよ。何でも OK なの。いやもちろんイエスノーはあるよ、全然ダメな件もあった。だけどなんかそれがね、俺にとって写真ってすげえなと思った。それまでは音楽やってたの、ずっと音楽で食ってこうと思ってた。この時代もまだ音楽を食ってこうと思ってたの。だけど家の中で練習するとかさ、なんか楽とかさ、こう何回も練習するとかさ、なんか外晴れてんだけどなみたいな、みんな遊びに行ってんだけどなって。でもカメラって外に行くのが仕事なの。外に行きゃ写真撮れるのよ。それで写真って面白いなって気づいたの。比較してね、今はもう写真って透明なのよ。誰でも撮れんじゃん、誰でも買えんじゃん。この時ってフィルム使えないとダメなのよ。フィルムの暗室使えないとダメなのよ。それを撮れないとダメなのよ。いろいろ技術的な障壁があったからみんなの文字じゃなかったんだけど、今は誰でも撮れるってなったら、お前は何が好きなのっていうのを写真で伝えるっていうのがむしろ必要なことで、写真の知識なんてね一旦は置いといていい、カメラが全部やってくれるから。おい、さっきも少しお話ししてたんですけど、音楽の道を進まずに写真の道を進むことを決めた理由を詳しく教えていただきたいです。写真の仕事をしてよかったのは、音楽の仕事をしているよりも音楽をやってる人たちに巡り会えたことだと思うんですよね。で写真の仕事をしてる時に音楽の道をまだ半ば志してたんですけど、その中で会った一人のミュージシャン、渋谷圭一郎って言うんですけど、渋谷さんと仕事した時に渋谷さんの曲作るところを一緒に見て、その論理を聞いた時に、この人がこんなに音楽に情熱をかけてるのに、自分は写真をやりながら音楽をやるっていうことは非常に失礼だなと思った。本気で音楽やってるからさ、だったら俺は写真でこんぐらいやるべきだなって思ったんですよ。その日ですっぱり音楽の道はやめた。だから自分が尊敬できる音楽をやってる人に出会えたっていうことが一番のきっかけだったんですけど、これ多分音楽やってたら出会ってないんですよ。
写真だから出会った。なぜかっていうと渋谷さんは写真で僕のことをすっごいリスペクトしてくれたの。もう真がやりたいようにやったらいいんだよ。あ、もっと面白い話すると、あ、なん人伝いにね、なんか渋谷さんがしんくんの写真いいって言ってるよっつって、でもその時はその知らなかったんで、なんかやだなと思って、そんな自分の知らない人に写真褒められるって、でその方々から言われるんですよ。どこ行っても、あ、渋谷くんがいいって言ってたよみたいな。で、ある日ねばったり会ってたのか。それで、あ、渋谷さん、渋谷さんみたいな、紹介するよみたいな感じで、いやもう喋りたくないなと思って、あ、どうもみたいな感じで、写真いいじゃんみたいな案の定言われて、あ、どの写真のこと言ってんですかつって、雑誌で取材があって撮影させてもらった時に、もう早く帰りたいなと思って、ほんと適当に撮ったんですよ。撮れた、帰るねつって、お疲れ様でしたって帰った時の写真がね、あれ良かったみたいな、いや全然良くねえじゃんと思ったんですけど、いやこういう感じで撮ったからっつって、いやだからすげえじゃんって、写真からはね適当に撮ったような感じがするよって、適当に撮ったのにこんなにクオリティ高いって、お前すごいじゃんって、そこに感動したよって言われたの。だから渋谷さんはそこまでお見通しだったんですよ。僕が思ってる僕のポテンシャルっていうのは非常に高いと、君がもうティッシュでねそこら辺のホコリを取るような感じでペペペってやってったお掃除ですらそれがにじみでしたから、君はすごいフォトグラファーだって、もっと頑張れよ、もっと頑張ってもしょぼい写真撮るやつはたくさんいるのに、君はフッってやってそこ一帯が綺麗になるような掃除ができてたじゃんって言われて、びっくりしたんだよね俺、その通りで。それ以来渋谷さんからいろんなことを学んで、結果そういう浮ついた夢を追うよりも自分は写真でやっていくっていう生き様の方が結果多くの人のに新しい写真の角度を生み出し役に立っていくんだなっていうのが最近分かってきたことなんで、逆に未だに僕は違うものに触れて、これを写真で、写真にこういう感動ってどうやったら起こすことができるんだろうっていうのを、写真じゃなくって写真を使った現象として作っていくっていうのが自分の役割なんだなって思うんですよね。ありがとうございました。いきますよ、鈴木真の写真だもっと写真のことを本気で勉強したいあなたのために YouTube メンバーシップがリニューアルしました。イエス、動画の先行公開と鈴木真の本音ラジオとレタッチメイキング全てをご覧になっていただけるライト、 YouTube に投稿されてない裏側全てを見れちゃうレフトじゃなくてスタンダード、鈴木真のワークショップ全てがご覧になっていただけるプロ、あなたの写真の歩きに合わせてぜひ選んでみてください。鈴木真の写真道場 YouTube メンバーシップに行ってらっしゃい。鈴木真の写真学校ではたったの3ヶ月で写真がメキメキ上手くなっちゃうオンラインワークショップをご用意しております。いろんな写真集を読み解き自分らしい作品を作るベーシッククラス、そして自分も鈴木真写真館みたいな写真を撮りたいという方には写真館クラス、鈴木真の写真学校オンラインストアをぜひチェックしてみてください。鈴木真の写真道場に行ってらっしゃい。鈴木真の写真学校では皆さんの撮影にまつわる疑問を解決する書籍をご用意しております。写真が上手くなっちゃう7のことでは、皆さんからいただいた質問をベースに7つのポイントを押さえればうまく伝わる写真の撮影の仕方、見せ方、理解できる本になっております。鈴木真の撮影ノート、こんな写真やこんな写真の撮影のセッティング、機材のことを具体的に知ることができるメモと、そしてなぜそうしたかのコラムをご覧になっていただきます。そして鈴木真写真館の作り方、今まで4万6000名を撮影してきた鈴木真写真館がどのような撮影方法を、そしてどのようなコミュニケーションをとっているのかを全て公開している大変貴重な本です。もっと具体的な内容を知りたいあなたには YouTube 写真集、なんと撮影したローデータ、現像した JPEG、 そしてセブンイレブンに持っていけばこんな写真集がプリントアウトできてしまう PDF データがついています。全てオンラインストアに、鈴木真の写真学校ぜひご覧になってみてください。